元気がない子はいないかしら。私たちと一緒に心が躍る体験をしてみない？なんと沼津にサーカス団が来てくれたの。光栄なことにアクアもお手伝いさせてもらっているのよ。私はエアリアルの体験よ。天井から吊るした布やフープを使って空中でパフォーマンスをするの。動きは優雅だけど体を鍛えていないとできない技術がいっぱい。ボディラインも綺麗になりそうじゃない？こんなポーズもできたりして魔法を使っているような幻想的なパフォーマンスができるのよ。サーカスってすごいのね。それぞれのパフォーマンスもすごいけれど、街全体を遊園地にしてしまうようなキラキラなパワーがあるの。世界観の表現というのかしら。私たちもスクーアイドーとしてパフォーマンスをする立場だからとても勉強になるわ。サーカスのように私たちもステージ上でもっと世界観を表現していけたらいいわね。ライブを見に来てくれる人たちをアクアの世界に連れていけたらファンタスティック。サーカス団の皆様に負けないくらい私たちもこれから練習を重ねなくちゃね。これからも頑張るわ。